残すは大阪のみとね。すごい体がケニーを欲してるよ。このシリーズケニーが右にも左にも触れない状態ならば俺がどっちにでも行ってやろうと。好きも増えるしヘイトも増えるしというコメントを選んで出して、何回自己採点しても100点。そう、よくディベートとかで意見を言い合うじゃない。意見と人間性をごっちゃにしなければディベートが終わった後も友達としていられるけど、こう毎日コメント出してるとその辺の境界線がすげえ曖昧になってるんだよね。あれ俺ケニーってこんなに嫌いだったかなみたいな、だからさ、プロレス始めてキャリアの中でこんな気持ちで試合に臨むっていうのは初めて。なんだろうこの気持ち、わかんないけど、大阪でケニーとやり合ったらわかるかもしんないね。チェイスがイングリッシュコメンテーターに残るみたいで、ちょっと俺一人でコメントで。タッグリーグはもうすぐ来ますけど、やっぱ2年連続ページと組んでるから、今年もページかなと言いたいけど、チェイスもいいね。あいつは誰とでもいい田口を作ることができるけど、まだ考え中だよ。ペイジとアメリカにいるペイジとメッセージ取り合いながら、チェイスとも話して、まあ発表は発表までのお楽しみ。